こんにちは。アウトのバスアウトのアウトのブログの深夜です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、早朝からですね、立ち岡池に来てみました。いや、立ち岡池は桜の名所なだけあって、この時期桜が綺麗ですね。まあ、今日は朝からということで、そんなに長い時間できないんですけれども、なんとか一本取れるように頑張りたいと思います。よっ、わ、満水ですね。それでは最後まで動画をお楽しみください。じゃあ山たぬきから。あー、釣れんな、なかなか。あー、釣れんかった。ちょっと時間が来たんで、今日はこれで終了したいと思います。いやー、今夕方釣りしてるんですけれども、花見客がめちゃくちゃ多くて、その中で釣りするのすっごいなんかはばかられるというか、心苦しいというか、ここで釣りするのは今の時期だったら早朝の方がいいかもしれないですね。なんか場違い感が半端ないです。よし、来たギル残念。よう食べたな、スクーパーフロッグ。あー、さ、帰ろ。ダメだ、タイムアップ。また来ましょう。さあ、またやってきました、早朝立ち岡池チャレンジ。今日は本湖に行く前にちょっとだけ、上流に来てみたんですけれども、濁ってますね。釣れるといいんですけど。
やばいやばい。燃えると思ったら恋だった。うわーごめん。おお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 、やばい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 。おお、やばいやばいやばい。おお、危ない。あ、見た。おおごめん、もう寄ってきて。ちょっと待って。すごい、どんだけでも走りますね。腕が疲れてきた。もうそろそろ上がってきて。うわーでーかい。腕がきつい。バッスリ痛い。あ、痛い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 。上がってこい。でかいな。
でっかでっかちょっと待って、うわでっかいでっかいありがとう。あれ、はい、はい、あ、よかった。あ、めっちゃ腕疲れました。めちゃくちゃ濁り入ってますね。ちょうどあのそこにちょっと濁りが増した水と手前にすごく濁ってる水の境界があるんですよね。ここはちょっと厳しそうだな。もう時間ないんで今日はもう釣りできないんですけれども、明日どうしようかな。また朝来ようとは思うんですけれども、濁りを見ると朝一入るべきエリアはおそらくキャンプ場よりも向こうでしょうね。この濁りはちょっときついですね。よし、帰ろ帰ろっていうか仕事です。今からさあまたしても早朝立ち岡池チャレンジやってきました。いやーもうどんくらい回を重ねたんですかね。だいぶ坊主を食らってますけど、始めた時はまだ桜が咲き始めていたんですけれども、いつの間にかもう桜がほぼほぼ散ってしまいましたね。いやー立ち岡池難しい。とりあえずここからやっていこうと思います。でこのチャレンジ今日で一旦終了したいと思います。なので、釣れるといいですね。うん、あー釣れない。あーいや難しいですね立ち岡池。もうちょっと釣りしたかったんですけれども時間が来ちゃったんで、これにて数日にわたり行ってきた、立ち岡池朝練ですね。残念ながらバスを釣ることができなかったんですけれども、まあそれなりにいろんな魚が釣れたんで良かったかなと思います。またですね、時間ができたら立ち岡池チャレンジしてみたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。